どうも、ショッピンです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、なんかちょっとか、トサカみたいになっちゃってますけども気にしないでください。で、今回の動画は、ぶっちゃけ孤独ではあるんですけども、そういう時期もあっていいんじゃないかなっていう、そういうお話になります。それではどうぞ。はい、今21時21分2121分なんですけども、あと40分後ぐらいにライブ配信が始まります。なので、それの準備をちょっとしたいと思います。準備が完了しましたけども、今21時36分ということで、あと20分ぐらいでライブ配信が始まります。その前にちょっとお風呂急いで入りましょう。はい、じゃあさっぱりしました。あと4分しかないですけど、エネルギー補給しておきます。はい、どうもショッピンです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、ということで、今回は2019年の2月3日のライブ配信となります。皆さんお久しぶりです。失礼します。また来週。よし、終わりました。今23時1分ですね。もうあっという間の1時間でした。本当楽しいですね、ライブ配信は。はい、じゃあ寝る準備が整いましたので寝ます。おやすみなさい。よいしょ。あ、今9時37分。やべ、寝坊した。おはようございます。寝坊しました。なので今から仕事始めます。はい、やばい、めっちゃ寝坊しちゃいましたよ。はい、今からちょっとみかん食べながら、今日外がめちゃくちゃいい天気なので、やっぱどっかスッキリ空間というか、なんかいい家をお届けしたいですよね。はい、なのでちょっと今から仕事パパッとやっちゃいたいと思います。はい、終わりました。今12時7分ですね。ちょうどいいお昼頃になりましたので、じゃあ今から早速外に行って、いい天気なので、いろいろ撮影しながら仕事しながらやりたいと思います。もうこう、毎回動画撮るたびに思うんですけど、その、毎回こう、このセーター着てますよね。なので、だいたい2日に一遍ペースで、この、セーター着るんで、その時にこう、撮影しちゃうっていう感じなんですよね。うわ、今日めちゃくちゃ暖かいですよ。早く行きましょう。いやー、風は強いですけど、暖かいです。てかもう春です。はい、中野に着きました。なので今から仕事に行ってきまーす。いやー、でもそれにしても暖かいってだけでこんなにテンション上がるもんなんですね。もうめちゃくちゃ暖かいです。もう幸せって感じです。ということで、中野での仕事も終わりましたので、じゃあ次に向かいたいと思います。はい、ということで秋葉原着きましたので、今から仕事行ってきます。終わりました。ということで、今日も外での仕事が終わりましたので、じゃあ早速撮影を開始していきたいと思います。上野に来ました。いや、もう全身ヒートテック入ってるんで、もうちょっと汗がじんわりと、特に脇とかじんわり汗かいてくるぐらいすごいポカポカ雪です。他の人ももう上着は脱いでますね。はい、ということで、せっかく久しぶりのちょっとピクニック気分を味わっていきたいと思います。そしていい家をお届けしたいと思いますので、それでは行きましょう。これめちゃくちゃでかいですね。ああ、もう風がそよそよしてて気持ちいいですし、のどかだし、幸せ。今日なんか平日で月曜日のはずなんですけど、なんか人がいっぱいいますね。なんだろうこれ、観光客。
ばまだ初詣をこのチャンネルでやってないですね。いやいいですね、エマがインターナショナルです。さて、まあある程度撮影も終えたので帰ろうと思ったんですけど、完全にこれ道に迷ってますね僕あれ。はい、ただいま帰りました。いや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 、もう超快適でしたよ本当に。なんかもうポカポカ陽気でよかった。今日は明日からもうこういう気候でいいよって感じがしますけどもね。はい、ということで、まあちょっと歩き疲れたんで、まあご飯食べてゆっくりしたいと思います。よし、終わりましたかねと。今21時50分だということで、まあこれをね、シェアすることによって一人でも多くの人が救われたらいいなっていう感じでやってるんで、はい、よかったと思います。そろそろ僕の癒しタイムということで彼女さんと電話をしたいと思います。こんばんはこんばんは、ありがとうね。それではおやすみなさい。よいしょ。わあ、おはようございます。今朝の7時11分です。この瞬間が至福のひとときです。よし、じゃあトレーニングをやっちゃいましょう。よいしょと、はい、という感じでやってきましたけども、もうだいぶ取れ高もいっぱい取れましたので、ちょっとこの辺でこう終盤に差し掛かっていこうかなというふうに思います。気づいてるというか、まあ知ってると思うんですけど、基本的に僕もうずっと一人です。はい、ずっと一人です。パソコンをパッと見てのんびりミリオネアのコミュニティに行けば、そこにはもう仲間の人たちがもう何十人といて、そこで交流はできますし、あと外に行って仕入れ先に行けば、その仕入れ先の人たちと会話します。まあ会話って言っても本当なんかもう営業トークしかしないんですけども、基本的にはもうずっと一人で過ごしてます。街中歩いていてワイワイ会話をしている人たちを見ると、あ、いいなぁなんていうふうにも思ったりもします。そう、ライブ配信とかで起業に興味がありますっていう人、結構増えてきました最近。どういう形で起業するのかによっても全然違うんですけども、そう、ただ僕みたいに仕事のスタイル上結構一人になれちゃうので、その意識して誰かとこう積極的に会っていかないと、結構孤独をすごく感じやすいです。僕の場合は今の状況を2年5年10年続けるかって言われたら全然そんなことはなくて、3年後にもう仲間の人たちとわーってオフ会を、世界中でオフ会をするために今孤独でこうできることをやっているっていう感じなので、まあ全然いいんですけども、会社を辞めた直後っていうのはものすごく寂しくなる、孤独との戦いがやっぱ続くと思いますので、今回動画を見ている人の中で、なんかこうショッピンさんみたいなこうライフスタイルになりたいですって言ってくれる人結構いっぱいいらっしゃるんですけども、黒いというか泥臭いというか、そういった部分もちゃんとお見せしたい、しようかなと思って、まあ、今回こうやってメッセージとして伝えようと思いました。はい、なので、まあそんな感じですね。まあ、まとめると結構自由にやっているように見せて、最近僕は仕事やってるか彼女と会うかたまに家族と会うかっていう、その3つですね。あと寝るかっていうそれぐらいしかやっていない。まあもちろんそれは3年後2年後10年後のためだったりします。はい、っていうのまたちょっとそれは別の動画でメッセージとして伝えさせてもらえればなというふうに思ってますので、ぜひ楽しみにしておいてください。はい、ということで今回は、以上ですね。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。